新ちゃん、石川ファミリーズです。ということで、私とですね、トイが食べ物で当たってしまったみたいでお腹を壊してしまいましたね。そうです。でトイもお腹を壊してしまって、で私もお腹を壊してしまったんですけど、でその時にですね、何を飲むかって考えた時に、その下痢止めのタイプのこちらの薬がありまして、でこちらの薬をですね購入して飲むことにしました。でこちらの薬が1袋値段の方がいくらだったんだっけ。1つ4000ドン。4000ドンということで、約日本円で20円のものですね。でこちらのタイプは日本でも売っております。日本ですと佐藤製薬からですね、スメクタテスミンという名前で売られています。下痢、食あたり、水あたりにというふうにですね書いてありますね。こちらの成分に関してインターネットでググってみたんですけども、天然ケイ酸アルミニウムが配合されていて、腸内において有害物質などをですね吸着することで下痢、食あたり、水あたりに効果を表すそうです。それではですね早速飲んでみたいと思います。飲み方はですね、まずこちら袋を開けて、水を入れます。でスプーンでかき混ぜます。よくかき混ぜた方がいいですね。ではこちら飲みますね。味は苦味もなく、ちょっと甘い感じのバニラ味となってます。もったいないんで最後まできちんと飲みます。さっきラーメン食べたばっかだからめっちゃ汗が出る。でこちらの薬なんですけども、下痢止めというタイプが止めるタイプのと出すタイプのがあって、で大抵ですね、悪い菌がいる状態で、下痢を止めてしまうと良くないらしいんですけども、こちらの薬というのは止める方でも出す方でも両方使えるというタイプなので、万能型の薬ですね。ということで、こちらの薬を飲むことにしました。ということで以上ですね、お腹を壊して下痢になってしまった時に飲んでいる薬の紹介でした。